そう、これね、ちょっと緊急で動画を回してるんですけどね、今金瀬にやってきたんですけどね、さあ大変なことが起こりましたね、雑談枠の方で使ってるかな、うん、っていうことなんですけど、金瀬って唐揚げ弁当売ってないのね。いやいやいや、そんなバカだと思うでしょ、バカだと思うでしょ、私よりバカだと思ったんですよ。ですけどね、あのどこでも見ましたけども唐揚げ&春巻き弁当っていうのがドカーンと置いてあって、唐揚げオンリーはないのね。おそらくアイテムとして置いてないのかな。金末ならやりかねん、うん、あのボリューム陳列で同じ商品をドカーンと並べるのが大好きなところで有名でございますよね。バラエティ豊富、いろんなものを置くんじゃなくて、もうこれほぼ定売品じゃねってやつも、もうガサーと全部、そもそも仕入れを省いて、もう同じ商品を、うん、定番商品をその分倍置く、まあ定番といっても特に CGC とか金末のプライベートブランドのやつを、その分、3倍広げてドーンとボリューム陳列で置いて、その分安く売りますっていう、スタイルなので、あり得るっちゃあり得るんですけど、どうやら唐揚げ弁当ないかもしれない。いや、一応唐揚げ春巻き弁当をカウントしようかなと思ったんですけど、まあ一応今のところは唐揚げ弁当オンリーでやっていく予定なので、ってなるとちょっと、おっと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 、うん、厳しいから、これは、ノンカウントかなということでね、まあどっちにしろこの後またちょっと、SJ の方とかも走りに行きますからね。これは予想外でしたね、うん、まあでもこういうことが起こるのも金瀬っちゃ金瀬ですけどね、仕方ないんで、仕方ないんでじゃないですけど、アイスクリーム企画プチチョコっていうのを買ってきました。最近そう話題になってますよね、アイスクリームっていろんなラクトアイスとかいろんな種類があってあれなんですけど、実はねこのね金瀬のプチチョコってアイスクリーム企画っていうことで、一番その乳脂肪率とかがちゃんとしてるあの企画としては最上級の扱いのものが実は使ってるんですよね。だからこれだけあの他のピノとかと比べてもそんな割安感はないんですけど、でもアイスクリームですからね、こう包装になってる、これが好きなんですよね。これを食べながら雑談しながら、どうしようかな、いなべの方まで行くかな、どうしようかなっていうのを今考えているところでございます。どっちにしろこれね、食べきらなきゃはないといけませんからね。なんか辛い。ちょうどいいぐらいになってくるんですよね、だんだんと。うん。そういえば、ちなみになんですけど、古い動画をアーカイブで出して、あの、一気見版って出してるじゃないですか。あれがね、案外再生好評なんですよね。なので、あのシリーズはもしかしたら増やすかもしれないですね、今後。ただあれね、さすがに容量でかすぎてね、ニコ動でアップロードできないんだよな。そこがね、ちょっと、さすがに、無理やったかってところなんですけど。うん。やっぱ金製の美味しいですね。さあ、こっからどうしようかな。満喫のマッサージチェアで、ちょっと体をほぐしたいという気分も気持ちもありつつ、にしてもさすがにまだ4月なんで、こう日が落ちてくると一気に冷えてきますね。一気に冷えてくるところでアイスなんて食べたんで、一気に冷えてきたなエコ入れなくていいや別に。じゃあエンジン回してないと一気に音ね、静かになりますからね。うん。お、山田もぐもぐはね、あれ、ショーツで始めました、今日。どう割り振ってこうかなってところなんでしょうね。多分ね、本当は、日ごとにね、山田チャレンジ、山田もぐもぐをこう間にね、挟むような形で放送できるといいんですけど、どうしても編集する都合上、まとめてガッと出る週、ガッと出る週ってせざるを得ないから、さすがにね、
ケジューリング管理がね、うん、困難。普通のやつとね、もうあってのでいうところで、TikTok の方どうしようかなってところでね、TikTok の方がなかなか今更新できてないんですけど、ちょっと送礼してる暇がないっていう、ところがね、実情であって、まあそれだったらもうちょっとね、メイン動画の方のストックを作らないといけないし、っていうところでね、難しいところだなっていうところなんですけどね、どうしてこうね、やみこれ結構量入ってますからね、15個。ですから、フィの 2.5 個分、うん、フィのが6個入りですもんね。2箱で12ですから。うん、で、198円だったっけ。ぼちぼちと走っていきますか。さすがにもう、現地で唐揚げ弁当を食う気力は湧いてないですからね。